こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いいたします。さあ、そして本日もスペシャルゲストの方お越しいただいております。こちら初耳怪談初登場ですね、元 AKB そして元 NMB の梅田彩香さんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。いつも梅ちゃんって呼ばせていただいてるんで、はい、梅田彩香さんってちょっと恥ずかしかったんですありがとうございます。フルネーム嬉しいです。はい、最近はミュージカルの方も大活躍で、ありがとうございます。また近々あるんですよね。そうなんです。嬉しい、聞いてくださってありがとうございます。7月の後半から日生劇場で NHK で精霊の守り人っていうドラマがあって、それを舞台化するっていうことで、主役をやらせていただきます。そうなんです。主役のバルサ役をやらせていただきます。はい、そうなんです。はい、跳馬だし、そうなんです。結構地方もいろんなとこ行ったりとかするので、たくさんの方に見ていただきたいなと思っております。わー、これはやりがいありますね。はい、めちゃくちゃやりがいあります。ぜひぜひ皆さんね、はい、チェックの方よろしくお願いいたします。最近気になってる、はいはい、じゃあその怪談師の方とかっていらっしゃるんですか？私の番組にも来てくださった龍和さん、はい、アイドルで周り怪談師の龍和さんが、番組来てくださった時にこう幽霊の方と一緒に住んでるっていう話もしてて、幽霊と同棲してるって、ね、同棲してる、はい、でその男性の方が多分龍和さんのことが大好きで、うん、お家にロケ来た時とかにロケに男性が来ると男性の方にちょっと嫌なことが起こるみたいな話とか、嫉妬しちゃうっていうね、そう嫉妬しちゃったりだとかも言ってたので、あと会話もできるって売れて言ってたので、その初めて聞いたと思ってすごい興味があります。はい、リュウアさんね、センカさんもご存知ですもんね。リュウアちゃんの天然ぷりがすごくて、幽霊さんと同居してるんですよって普通にさらっと言うんでこんな感じでね。ヒデキさんもご存知ですもんね。そうですね、僕それこそ配信番組でリュウアさんのその幽霊と同居してる部屋に行かせてもらったことがあって、その時に企画でコックリさんやったんですよ。生まれて初めてです。僕やってる時にコックさんウィージャーボードか、まあまあ恒例実験みたいなやったんですけど、生まれて初めてですけどこの手が震え始めて、響さんの、はい、でもこっから先自分じゃないような感覚でうわーって震え始めて、あ震えてますみたいなっていうのがあって、だから今もしかしたら嫌われたかもしれないですね。あ男性だから、うわ何男連れ込んでんだよみたいな感じでちょっと嫉妬されて、危なかったんじゃないですか。怖い。すごい。また龍和さんもねこちら来ていただきたいですよね。いや、ありがとうございます。ぜひね今日はね、はい、もうゆっくりと会談楽しんでいっていただきたい、はい、お願いします。お願いいたします。それでは次のショート動画に参りましょう。初耳ショート会談。高速道路で鳴るセンサー。体験者のジュミさんはその日母親の運転で高速に乗って実家に帰っていたっていうんです。とあるトンネルを抜けそうなタイミングで車内からピピ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 ピとある機械音が流れてきて、これ何の音？母親に確認すると、いやこれ障害物危険察知センサーの音なんだけどって言うんですけど、あたりに何か近い車があるわけでも、もちろん高速なんで人が歩いてるわけでもない、なのにもその音が聞こえる。え、なんでだろうって話してると、母親がこの辺交通事故結構多いから、調べてみるとそのトンネルで数年前かなり大規模な玉突き事故がありかなりの死傷者が出ていたっていうんです。この障害物危険センサーっていうのは物体を感知するだけではなく霊体すらも感知するのかもしれない、そんなお話でございました。分かるな。ミキさん参列者。田舎に住んでいた私は曽祖母の四十九日の法要でお寺に行った。お坊さんはだいぶ年を召していて声量が小さいせいか声をマイクで拾い、スピーカーから声が本堂内に響くようになってた。すると途中でお坊さんのマイクにピーザーザーザー激しいノイズが入る。法要が終わった後、霊感の強い妹がこんなことを言ってきた。さっきお坊さんの声にノイズ入った時、ふと顔を上げたら向かいの窓に知らない女の子が立ってる。しばらくすると女の子はふっと消えたんだけど、それと同時にノイズも収まった。一連の話を聞いた一族はしばし騒然とする中、祖母だけが妹にその女の子の特徴を細かく聞いてる。そして分かったこと、その女の子当時東京に住んでた遠い親戚の子、戦時中しばらくこちらの田舎の家で預かり祖母たちと一緒に暮らしてた。その子は病気にかかり亡くなってしまった。祖母と祖母一緒にその子を我が子のように可愛がってたので、もしかすると俺を伝えに来たのかもしれないね。
祖母は涙ながらに語ってくれました。高速道路で鳴るセンサー、これノブさんも車運転するから分かりますよね、はい、分かります。僕あの一個思ってることがあって、例えば僕が幽霊だったとして、この周平さんに対して何かアピールするときって、今だったら周平さんが一番この状況で聞いてしまう一番聞きやすい音を出すと思うんですよ。はそれを思ってて、だからこの状況やったらその対象物の音が一番多分耳に入ってくると思うんですよ。そうですよね、確かに。ラジオの音とか、なんかね、変な音鳴らすよりも、多分だからそういうのだと思ったんですね。一番か気づいてほしいわけで、はいはい、相手が一番気づく音にするってことですね、はい、これあるんですよね。ありますよね。あるんですか。いや、あの本当青山霊園で、よくあの辺ね、路肩にタクシードライバーさんなんかもね、車止めて休憩される方もいらっしゃるんですけども、皆さんやっぱ言いますもんね、うん、あの一回こう止めてたりするとピピ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 ピって、と思ってこうエンジン止めて外出たら誰もいない。この前もそうですよ、駐車して、で、リモコンのキー開けた時ってピピってなるじゃないですか。で俺鍵ここに置いてるんですよ、窓のところに。でこう駐車して止めてエンジン切って、さあ出ようかなと思ってカバンゴソゴソしたらピピピピってなるんですよ、なんでだよって何もしてないのに、なんでなんでなんでお笑い芸人幽霊怖いって怖いってで、そういうこととかあるんで、だからすごいわかります。いやこれあります、運転されてる方だったら1回はあるんじゃないかと思う、でもこれからあれですよね、自動運転とかそういう時代になってきますけど、怖いですよね、いっぱい増えちゃう、突然止まったりとか。そうまだセンサーだからいいけど、自動ブレーキでバーンってこう止まる可能性ありますよね。でも誰もいないみたいな、これ怖いですね。やば、本当に事故になる可能性ありますよね。本当ですね。センサーのライトとかも怖いですよね。怖いわ、若干みたいなあるじゃないですか。それはいや、僕最近まだ撮影でこれ出てないんですけど、はい、玄関の前のやつをこう定点でずっとカメラで撮ってて、玄関の前が自動センサーでつくライトなんですけど、ついてから部屋の中で何かが動いたりするっていうのが3回ぐらい撮れてるんですよ。だから言われてたように、霊ってもしかしたらそういうセンサーには引っかかる、人の目には見えないけど、うん、センサーは感知するってぐらいの大きさなのかもしれないですよね。3回多くないですか。3回もうめっちゃ多い。はっきりブラインドが窓も開いてられる、グワンって揺れた後にセンサーがパチってつく、こっち側から入ってきて玄関から抜けてってるような感じなんですよ、時間的にも。やば。で2回目がカメラの後ろで声がして、またセンサーがつくとか、絶対きっかけのようにセンサーがついてたんで、例見たい方もしかしたらセンサーをいっぱい仕掛けまくるとか。いやだ。そしたらどういう、ね、経路でね、その動線なんかも分かるかもしれない。こうやって通ってたとかね。あ、でもそうか。でもそう考えたら本当に自動ドアが勝手に開くとかっていう事例も聞いたことありますし、本当最近で言うとこれ非常に興味深いんですけど、それこそコロナ禍になって、消毒の、手かざすと消毒機がパーッと出る機械とかいろんなとこ設置されてるんですか。でも知り合いの方が勤めてた葬儀場があるんですけど、そこの入り口にそのセンサーの消毒液のセンサーをつけたんですよ。そしたら本当に誰も来てないのに、その消毒液だけがこう出てくる。今ならではの話ですね。幽霊さんも除菌するんですね。そうなんですかね。ですね、律儀ね、ちゃんと。センサーとかありそうですね。でもあれ、今の話でいくと、もう本当に嫌なのが、まあ、今あんまないかもしれないですけど、当時歩く人が、まあ、バーって自動的にこうなんか体温が分かるみたいな、その人 36.9、36.5 で、ね、熱があったらビビビビって時に、はい、時々本当に 33. いくつとか、はい、めちゃめちゃ低い人混ざってません。で、その画面だけ見てると、それ幽霊が通ってんのかなとかちょっと考えたりして怖い時あったんですよ。なんか私32度8分の時ありました。なんかピッてここで測って32度8分OK ですって言われました。じゃあまあこれはね、熱が高いとダメですから、低い分にはね OK みたいな。低すぎる。誤差もたくさん出るんでしょうけどもね。でもほらセンサーね、幽霊のもちろん場合もあるかもしれないですけど、男便所だと皆さん多分分かると思うんですけど、急に定期的に
ジャーって流れるんです。はいはい、あのなんか ね綺麗にするためにね、まあ、本来このセンサーから離れたら流れるのが本来ですけど、もう誰もいないのにみたいな自動的になんかこの時間こうね何分間隔でこう流れるみたいな、あれ深夜とか怖いですよ。怖い、確かに。ああ、それね、分かってても怖いですよね。そうそう、女子トイレもありますよ。しかもレバーでこう流さなきゃいけないやつなのにジャーって流れる話とかもあります。それセンサーとかじゃないですよね。センサーじゃないです、もう完全にこうレバーでやらないとダメな、幽霊が、はい、手動で走ってるやん。なんかすごい似たような話なんですけど、僕最近経験したんですけど、あの僕の住んでる家が1階に1部屋しかないタイプなんですよ。で帰ったら自分の部屋の前、オートロックなんですけど、オートロック抜けてエレベーター押そうと思ったら自分の部屋の前にエレベーター止まってるんですよ。と誰か来ないと止まるわけないじゃないですか、うん、でなんなら降りてきてないんですよ。ですっごい怖くなって、もうこれ入れないわと思って不動産にすぐ電話したんですよ。でエレベーター僕の前に止まってるんですけどって、ちょっとカメラ見れますかって言ったら、これ何やったかというと、あの試運転というんですかね、ずっと使われてなかったら定期的にそのエレベーターの会社が5回10回15回と5回刻みで動くようになってたんですよ。先に言うてくれと、いやめちゃくちゃ怖かったですよ。やっぱ家入れないですね、ああいう時。何も、いや、まあ、でもいたら最後だな、どうしよう、オートロック入ってきてるしって。ああいう時って本当にこう人と頭真っ白になるんだなと思って、うん、そうなんだ。いや、すごい納得したのが、僕15階住んでるんですよ。おやたらと15階にエレベーター止まってることが多いんですよ。あれ、だから15階ってそんなたくさん人も住んでるわけじゃないのに、はい、どんだけ15階の人出入りしてんだろうって毎回15階と思ったんですけど、そういうことなんですよ。多分メーカーが一緒だったら、そのメーカーは5、15で5刻みって言ってたんで、ああ、謎解けてよかったですよ。15階以外の人あんま使わないのかな、エレベーターって思ったぐらい。なんで毎回15階止まってんだろうと思ってたんですよ。やっぱ一部屋しかないとこやったんで、じゃあどうしようって、いや何もない、入ればいい話だけどなとか思いつつも、うん、やっぱり怖かったですね。あと、すみません、予期せぬ参列者ですよね、はい、ちょっとこう、まあ、心温まるというか、うん、これもさっき僕が言った理論当てはまってて、はい、そのお坊さんのお経を聞こえやすくするためにこのスピーカー使ってるじゃないですか。だからこう参列者たちは全員お経を聞いてるんですよ、一番耳澄まして。そうそう、うん、だからその女の子がアピールするんだったら多分そのノイズに乗せてくる。だからきっとね、まあ、昔ゴーストって映画ありましたけど、はい、やっぱりこう幽霊が何かこちら側に干渉するのって、まあまあパワーいると、うん、はい、だからすごい何でもかんでもできるわけじゃないとして、うん、一つしかできませんよってなったら、やっぱ一番みんなが気づく方法を取るってなんか分かりますよね、はいはいはい、そうなんですよ、それだなと思う。はぁ、そうですね。めちゃいかがですか。いや、私も全然大したことない話していいですか。お願いします。大したことないですよ、全然。本当に大したことないですけど、こうなんかこの物が動いたりと か, なんかセンサーとかで、私最近、私テレビの目の前に自分の好きなミュージカルのだから DVD とか置いてあるんですけど、5個ぐらい置いてあるんですよ。で今まで好きな作品とか出たい作品とかで、その5本置いてあるうちの真ん中のやつが朝起きたらそこだけ落ちてたんですよ。でめっちゃ怖いじゃないですか。そんな地震とか落ちてなんか起きてないのに落ちると思ったら、落ちたやつが私が前一回演出受けてすっごい大好きな演出家さんのやつの、あの本が置いてあって、あ、この方ともう一回お仕事したいと思って目のちゃんとつくところに置いてあったんですけど、それが落ちてて、その落ちたその日にその方からオファーが来たんですよ。すごくないですか。すごい。でも時期的にはかぶってて出れなかったんですけど、でもなんか落ちてその日になんか、なんかあんのかな、悪いことが起きんのかなってちょっと思っちゃってたので、落ちてたから、こんなことあるって思ってたけど、いいことだったんで、まあ、結果的に無理だったけども、すごい、こんな一個の本を落とすって結構なパワーだなと思って、なんか教えてくれたりとかなんかしたのかなって今話聞いてて思いました。そうですね、めちゃくちゃいい話じゃん。いい話でしたね。ちょっとオファーしたいってね、梅田さんのことを思ったその思いが、そのなんか出たのかなと思って、やっぱり物にアンテナとなってそこにバーンっていったのかもしれないですね。すごいなと思って、ありがとうございます。大したことない話。いや、大したことなくない。もう大したことない話ずるいよ、そのパターン。タックはダメ。ダメ。鋭い。鋭いって何。どういうことか。以上、初耳ショート怪談でした。では続いてのコーナーです。初耳怪談ファーストテイクに参りましょう。ここからですね、怪談師の方に初出しの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクです。
本日怪談を話していただくのはタックーさんです。お願いいたします。いや分かってたでしょ。で今回はあれなんですよね、はい、ご投稿いただいた話ではなくって、うんうん、なんとパックさん初おろしの怪談を今回持ち込みで、はい、そうです、お話しいただくんです、はい、ぜひちょっと梅田さん、はい、今から怪談ねあのステージでありますんで、はい、そうだ、なんかまあ、応援とかメッセージ、あー嬉しいですね、はい、確かに頑張ってください。いやなんかじゃないですか。あもう行かない、行かないじゃないの。なんで頑張ってください。本当にめちゃくちゃ楽しみにしてます。あ本当ですか。本当に一番楽しみにしてます。じゃあやっちゃうな。はい、今日この話はね、はい、はい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 、で今若干今そこつまずきました。小幅あってなかった。すみません、はい、全部含めて27歳じゃないんだよ。さあタックさん準備の方よろしいでしょうか。はい、本日はなんとご本人持ち込みの初おろし怪談披露していただけるそうです。それではタックさんよろしくお願いいたします。もうなんか人っていろんな事情を抱えてるんだなってよくこう思うことあるんですけど、その中でも特に印象的だった話を今日はさせていただこうかなと思うんですけど、これは僕が20歳過ぎた頃に働いてたアルバイト先での K 先輩という方、この方のお話になるんですけど、K 先輩年齢が僕より2つ上で、で僕より1年前ぐらいにそのバイト先に入った方だったんですけど、この K 先輩まあ仕事ができないんですよ。ただ周りの方からすごい愛されてて、まあその K 先輩がめちゃくちゃ面白いっていうのもあるんですけど、すっごいいじられるんです。もう上司の方、店長さんもそうなんですけど、この K 先輩のことをいじって、で K 先輩が突っ込んで、それで職場が明るくなる、まあ、そんな K 先輩だったんですけど、まあ、僕そのバイト先にこうお金を貯めるために他の方よりももうちょっと長くフルタイムでこう仕事してたんですけど、その K 先輩も同じようにフルタイムだったんですよ。だからこうシフト被ることとかが多くて、で K 先輩とはこう意気投合してよく一緒に仕事行ったりとかしてたんですけど、ある日仕事休みが一緒っていう日があって、で K 先輩の方から僕に、よかったらご飯一緒に行かないかってなって、で行かさせていただきますって2人で行くことになったんですけど、まあ、その日めちゃくちゃ盛り上がっちゃって午前3時ぐらいまで2人でいたんですよ。ただ大室に K さんが、なんか沢村君ってさ、なんでここでこんな長い時間アルバイトしてんの。あ、K 先輩、僕実は夢があるんですよって、それお金貯めるためにすごい長い働いてるんですけど、え、K 先輩ってなんでじゃあこんなフルタイムで働いてるんですか。え、それボケた方がいいなんつって、まあ、いつもの K 先輩ですよね。だからいやいや K 先輩と、確かになんか K 先輩が真面目な話するところとか僕聞いたことないかもしれないですね。みんなないんじゃないですかね。え、なんで働いてるんですか。え、うん、あ、じゃあいや、同じ職場の人に言わないって約束してくれる。言わないです、言わないです。え、なんかそんな重たい話ですか。やっぱそんなことではないんだけどね、僕実はね今おばあちゃんと二人で暮らしてるんだよ。あ、そうだったんですか。で、ちっちゃい頃にお母さん病気で亡くなっちゃって、で大学生の頃だったかな、ちょっとね学校早く終わって昼ぐらいにただいまって家に帰ったら、玄関開けた先で親父が首つって死んでたんだよ。え、ケイ先輩それマジっすか。こう急にショッキングな内容と言いますか、まあ、さらにこれってアルバイトしてる理由には別にならないんですよね。だから僕あっけに取られてしまいまして、でその時のケイさんの表情っていうのもいつものケイさんの表情じゃないというか、で俺すごいショックでさ、で警察呼んで第一発見者として話聞いた後、もう逃げるようにおばあちゃん家に転がり込んで、もう外一歩も出れなかったんだよね。でその後の手続きとか諸々のことも全部やってもらって、で当時ねそのうちの親父って多分会社の社長やってたんだけど、なんかやらかしちゃったんだと思うんだよね。親族が親父のもん全部売っちゃってさ、だから僕が何十年も住んだ自分の実家の記憶の最後って親父の首つった現場なんだよね。いや、あ、木さんなんかすいませんと、あ、なんかそういう事情があって、まあ、ちょっとこうお金が必要だから働かれてるっていう感じなんですかって、あ、ごめん違う違う、こっからなんだよ。でも、まあ、そろそろ復学しないとなと思って俺大学行ってるからさ、でもバイク乗るんだけど、まあ、交差点で信号で待ってたよ。そしたら対向車から見覚えのある車が来たと。で俺すぐ分かったんだよ、あれ親父の車なんだよ。いや肩が一緒とかじゃなくて、本当に俺もう直感でピンときたの、あれ親父の車で、もう無意識にその車のことを U ターンして追っかけちゃって、その車どこに入ったと思う。どこだったんですか。俺たちが働いてる職場、ほらあの店長の車わかる。え、
あの白のセダンのですか。そう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 、俺さ大学辞めてさ、あの車取り返すためだけに今ここでフルタイムでアルバイトしてんだよ。え、いや先輩、取り返すってどうやって取り返す買うんですか。すると圭先輩ふといつものにこやかな表情に戻って、いやまだそれは思いついてないから。あ、そうだったんですか。で、まあ、K 先輩のことなんで、まあ、どっちの意味で言ってるのかとか、まあ、そのシーンというのは分からなかったんですけど、まあ、その後も K 先輩とこうシフトが一緒になることもあったんですけど、まあ、後日いつも通り K 先輩はみんなにいじられて、バカだな K なんて言われて、それでもヘラヘラしながら、すいません頑張ります。ただ僕その時の K 先輩を見てももう笑うことができなかったんですよね。っていうのも食事行って最後ご馳走してくださって、僕が外で待ってたんですけど、いろんなことを考えてました。K 先輩出てきて、あ、そうだ、沢村君、これだけちょっと一つ教えといてあげるよ。はい。沢村君もさ、目的のためにお金貯めてるんでしょ。俺もそうだけど、もうすごい仕事とかどうでもいいんだよ。だからさ、アホなふりしてた方が楽だよ。アホなふりしてみんなからアホだなと思われてる方が人生楽なんだよ。そんなことを最後に K 先輩は僕に言ってくれました。この K 先輩、まあ、普段明るくすごいいじられるムードメーカーな方だったんですけど、まあ、皆さんの周りもこういう方いると思います。ただ人には見た目だけじゃわからないいろんな事情があるんだなと、まあ、ちょうど K 先輩に食事に連れて行ってもらったこの雨が降る季節になるといつも思い出す体験です。ありがとうございました。はい、皆様いかがだったでしょうか。この番組ですね、皆様からの不思議体験随時募集しております。もう個性的な階段に揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日のゲスト梅田彩香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ミュージカル頑張ってください。ありがとうございます。